ちょまだ。はい、ということでタイトルにもある通り、今日の動画はルイくんの入学式です。いただきます。うまっ。もうね、ザ・オムライス、王道オムライス。うん、うん、ご飯が余った時の救世主。いや、早いね、ルイの入学式。早かったね。つい最近までルイ、あんな赤ちゃんの子にもう小1なんだね。で、まあ入学式はね、結構みんな来てくれたね。結構っていうルイじゃないか。ティモティ、イーボー、俺のお母さん、真夏がね、みんな映ってないかもしれないけど、そのみんな来てくれて、特にティモティとかさ、もう生まれた瞬間に出会ってるから、もうほぼお父さんだよ。そう、なんか、別に写真撮って送るよみたいな感じで言ったんだけど、うん、もう絶対に来たいみたいな感じで言ってくれて、そうそうそう。で、私のママも行きたいって言ってくれてたんだけど、弟の学校をスタートするのが同じ日で、時間帯的に行けないってなっちゃって、うん、そう。そう。でもね、みんな来てくれたから。まぁ、ちょっと入学式の映像自体はね、そんな別にめっちゃ撮ってるわけじゃないから、うん。まぁ、なんか一部分一部分撮ってるから、まぁ、全部で多分3分ぐらい。あ、そうなんだ。にそうなってるんだけど、まぁ、ちょっとぜひ、ルイの初入学式。もう何ヶ月前ぐらいだろうぐらいからさ、早く行きたいってずっと言ってたよね。だってさ、あと何回寝たらっつってさ、あと30何回とか言ったらさ、ちゃんと覚えてるもんね。ちゃんとカウントダウンするの。あと5回でしょって。すごいね、メモしてないのにさ。そう、覚える。頭の中で今日は何って言って計算してんだろうね。そうで、まあ入学式の映像ね、もう俺たちも後々時間が経った後にこの動画を振り返って、今入学式こんな感じだったねって振り返りたいから、そのルイの顔とか顔以外をねモザイクにしてある程度雰囲気分かるように撮ってるんだけど、うん、まあ分かる人はね、あ、どこどこの学校だって分かってもいいけど、まあそれをなんかネットにちょっと載せないようにだけお願いします、うん、あとコメント欄とかにも、そうそう、あの書かないでくれたら嬉しいです。まあ、別にもうバレるのはいいけど、拡散だけはしないようにお願いします。はい、ということで、ルイくんの初入学式どうぞ。あっちこう。ついに小学生だね。うん、最高。もう準備してある。もう準備してあるね。ランドセルもかっこいい。まだ小学校。ルイの髪もかっこいい。こっち見て。いいね。今からあのでかい学校に行ってる。おめでとうございます。メンバーになります。あ、クラスが分かるよ。え、マジで。はい。やばい。マナちゃん可愛い。どう今の気分？ワクワク。なんで俺が。ねえ、青の方が良かったよ。青のなんのセルあったっけ。ね、ピンクのナンノセル、かわいいナンノセルにして。いた。真夏。ルイの上に置いちゃうな。そう。そう。あ、いいね。どこ？あった。はい、チーズ。あと5分ありましたら。
うですか。いや、なんだろうね、ちょっと泣きそうだもんね、うん、もうすでに泣きそうだよ。やばい、ここだった。まなちゃん OB、 ここで読んでたもん。懐かしい。懐かしい。いつも仲いい子と2人で休み時間ここで座ってた。今入ったんで待ってます。ルネが泣いてるそうです。なんで。ルイが学校に行くのが寂しい。かわいい。もうルイと遊べないって多分思ってるんだね、うん、全然家に帰ってくるんだけど、うん、ルイ大好きだもん。そう、どうでしたか、ルイくんの初日。めっちゃ良かったね。ずっとルイさ出てきてるよね、うん、なんかね、体育館に入場してくるとき、うん、めっちゃ泣きそうになった。もうなんか今までのルイの育ててきた思い出とかが全部こうもう頭の中に入ってきてめっちゃ感動した、うん、もうあれ多分マラスとかチモチーとか来てなかったら、マラスたち来てなかったらもう全然泣いてた。もう超涙出そうって思ったもん。だいぶおもろいなと思ったのがさ、うん、まあ、イーゴ、チモティ、マナツもさすごい感動してたもん、うん、いやもうルイがやっと入学式だって。でイーゴもうわルイ入学式かって、で最後の方に確かになんで弟がそんな歓迎されないのか分かったわ、次またルネやるんでしょって言って、なんかさあ、そういうことね。お兄ちゃんお姉ちゃんとかさ何でも初めてじゃん、うん、でもさ弟妹ってさもうやったことをさもう一回やるからさ、なんかいいことがよく昔なんか七五三とかいろいろともうなんか忘れられてたの。あ、そうなんだ。それでそれをねずっとね、どれだけ忘れんだよみたいなこと言ってたんだけど、イーゴ自身が実感したら、あ、これは確かに、うん、これは確かに忘れちゃうわって今になって理解しててちょっと面白かった。うーん、てかこっち見て話しちゃうわね。なんかずっと目線こっちのやつらみたいになってるよね。今ねこの下にね iPhone のモニターみたいなのやってるから、目線がもしかしたら自然と下がっちゃうかも。ずっとこっち見てたわ、こっちだわ。まあでもなんかルイもすぐ隣が女の子じゃん、うん、なんかすぐ女の子と話して、もう初日からなんか話してて、うん、一緒になんか算数の質問、あ、算数の問題を出し合ったりしてて、なんか結構流行ってもった、うん、ね。でまあ実はねこの入学式の後の動画でちょっとルイのねキュンキュンエピソードがあるんだけど、もうそれ早く話したくてしょうがないわ。確かに。その隣の女の子もなんか可愛いよね。ちょっとなちょっかいの出し方。あー確かに。ね、マジで詳しくはこの後ね、リークに取材するので。さすがルネコミュ力モンスターだなと思ったんだけど、一個上の先輩なのに、だからリアルに20人ぐらいの女の子にみんなに話しかけに行って、ね、名前なんていうの？ね、ルネだよ。名前なんていうの？みたいな、めっちゃ話しかけてたよね。うん。だからそれでもうなんか結構もう何人かと仲良くなって、でなんかちょっとみんなで遊んでたじゃん、校庭みたいなとこで、うん、でそこでももうなんかすぐ友達作ってて、ランドセル可愛いね、名前なんていうの。ルイよりもルネの方がもう先に先輩の友達作っててめっちゃ面白かった。だってもうみんなびっくりしたもん、ね、なんかあ、今日入学した子なんだっていう感じでお母さんたちもさ見てるじゃん。でもなんかルネ自分の名前と一緒に年言うから、えっ？って言って、5歳、
だからさ、結構さ、ルネもめっちゃ身長高いじゃん。ルネすごい高いんだよね。だから本当に今の小学校1年生より全然ルネの方が高いから、みんなお母さんなんかランドセル背負ってない1年生みたいな、ただ走り回ってる子みたいな感じで見られて、見られてたけど、まあこれはね、ルネ来年入っても大丈夫だね、うん、もうすぐ先輩の味方がいっぱいいるから、うん、あ、ルネちゃんだみたいな。そう、まあそんな感じでルイくんの初入学式でした。ちょっとこれからちょこちょこ学校系のなんか動画撮りたいね。まあでも何個か撮ってるから、これからもし気になる人とかがいたら見てみてください、うん、もうザ、これこそ私たちの思い出のビデオだよね。本当に YouTube やってるよかったなと思う、うん、こういうのがしかもみんなと共有できるっていう、うん、みんなのコメントも見れるっていう、もう最高だよね。なんかストーリーではもう先にさ、入学式の時の写真をアップしたじゃん、うん、もうみんな言ってたもん、もう本当にちっちゃい時から見てたしとか、お腹の中いる時から見てたしとか、うん、なんならもうマラがジョンと付き合った時から見てるから、ね、もうすごい親戚のおばさんの気持ちですみたいなみんなそれ言うよね、本当にそうなんだね。そう、嬉しいよねそれは、ね、いや幸せだわ。なんかアルバムを見ながら世界中のみんなのコメントが添えられてるみたいな感じで、もうそれが本当にね、そうそうそう、幸せ本当にね、はいじゃあまたね。なんなのその。ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ。こっちじゃなくてこっちだよ。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。